はい、今回はガスト口に関してのお話やっていこうと思います。皆さん知っているでしょうか？現在ね、ガストのアプリでこのね、ガスト口挑戦券っていうのが表示されているんですけれど、このね、アプリ画面っていうのをお会計前に提示することによって、ガスト口に挑戦することができます。なんとね、大吉になるとお会計無料になるっていうキャンペーン中です。まあ、ただしね、ちょっとだけね、闇の部分があって、5組に1組当たるってことでね、5分の1でお会計無料になるのかよみたいなね、表示になっているんですけれど、実際は大吉、プラスアルファ、ここにね、ちょっと書いてあるんだけどね、小吉っていうのも存在します。大吉と小吉合わせて5組に1組当たるってことになっています。実際はね、外れ。5分の4で外れがあって、5分の1で大吉と小吉、どちらかが当たる。大吉が当たる確率と小吉が当たる確率っていうのは提示されていません。なのでね、実際どれぐらいの確率で大吉が当たるのかはわかりません。あくまで5分の1の確率で全額、おは 10% が当たるってことになっています。基本的にはほとんど 10% が当たるんじゃないのかなと思います。ガストかステーキガストで利用することができるんですけれど、今回撮影でね、ステーキガストに行ってきました。このステーキガストね、なんと初めてこのガストくじ引いたんですけれど、大吉当たっちゃいました。こちらがね、映像になりますと。珍しいよ。3人出るか。お、大吉？本日の会議無料。おお。おめでとうございます。ありがとうございます。マジか。今日はね、このセンターまた次回で使っていただいて。はい、ですよね。無料になりますので。はい。ありがとうございます。全然いいです。はい、どうでしょうか。当選した画面。あんな感じでね、ガストくじ。専用のタブレットを振ることによって、抽選受けることができて、大吉が当たるということです。店員さんとね、ちょっとお話ししたんですけれど、大吉、めったに出ないらしいです。先ほど言った通り、5組に1組当たるって書いてあるんですけれど、あくまで5組に1組、10% は無料が当たるっていうことで、基本的には 10% しか当たらないようです。店員さんが言うには、だいたいね、1日1組当たるぐらいって言ってました。まあ、ステーキガストにね、どれぐらいのお客さんが来るのかっていうのは微妙なんですけれど、50組前後は来るんじゃないのかなっていう想定を考えると、まあ、大吉が当たる確率は 2% ぐらいなのかなっていうのが推測されるんですけれど、実際どんなもんなんだろう？もうちょっとあるのかな？その店員さんがいる時間って考えると、8時間に1回当たると考えれば、1日2回ぐらい当たるのかな？ 4、5% なのかな？実質当たる確率。確率っていうのが、まあ、その辺に関しては 10% 割引が出る確率と無料になる確率っていうのが出ていないのでね、なんとも言えない部分なんですけど、多分ね、推定そのぐらいじゃないかな。 5% ぐらいなんじゃないのかな。ガスト口挑戦したことある方結構いると思うんですけれど、今のところね、 YouTube 検索かけてもこのガスト口当たった映像を出してる方はいませんでした。なのでね、このガスト口の映像っていうのはかなりレアじゃないのかなと思います。ガスト口挑戦券っていうのは4月11日までキャンペーンのをやっていますので、ルルシア同様にね、お会計無料を目指してチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ここ最近ね、何分の1でね、お会計無料みたいのが流行っていて、まあいろいろなアプリでね、こういうのやっていますので、まあこういうのをね、活かして、確率は低いかもしれないけどね、当たったらラッキーぐらいでいろいろなアプリを入れて試してみてはいかがでしょうか。そんな感じで今回はこの辺で終わると思います。よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。